はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はね、コチョウランの簡単なね、可愛いラッピングの方法を皆さんに教えたいと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、今日はね、こちらのコチョウランをラッピングしていきます。これね、淡い薄いピンクのコチョウランです。今日はこの下方紙はもうかけてある状態からラッピングをしていきますね。ではいってみます。ピンクのコチョウランなんで、少しね、ピンクの濃淡のペーパーを2枚合わせて使っていきます。でこっちの下のペーパーの方が若干厚手ですね。で上は少しこう薄手のペーパーを使います。そしたらね、まずこのコチョウランにね、合わせてこのペーパーを切ります。このように鉢を置いて長さをカットします。ペーパーのね、これはね、こうやってコチョウランに合わせて、この鉢の 1.5 倍ぐらいですね。 1.5 倍ぐらい、要するに2倍までいっちゃうとちょっと長すぎるので、 1.5 倍ぐらいまでの長さにして、両側をカットします。まあ、こっち側カットしたので、こちら側を同じ長さにカットしますね。大体 1.5 倍ぐらい。でね、この時にこのペーパー長すぎたりするとすごいこうやりづらくなるので、まあ、多分短すぎてもやりづらいので、ここの 1.5 倍はだいたいこう目安にして両側同じ長さにしてあげてくださいね。はい、そしたら、まずこの前のところですね、前はこう鉢よりちょっと上に行くぐらい、今ここに鉢の面あるじゃないですか、ここでこのペーパーがこう少し出るぐらい、要はまあ少しこう全体的にコチョウランは前目に来るんですね。後ろのが長く、ペーパーは前のは短く、このぐらいですね。でしたら、まあ、ここで、ここの両サイドからこのペーパーをこのように折ります。いいですか。じゃあここでホチキスを止めます。はい、そしたらこれ裏返します。そしたら今度ここをね、上の方を上げて、そしてこの前のデータを少し上に上げてあげます。こうしたらここでペーパーを持ってきて、でここのね、ここの両側の面をこういう両方で合わせます。合わせたらここでホチキスでね、止めます。今度この下のところもホチキスで止めます。今度ここね、ここの合わせのここのところあるじゃないですか、ここ。ここは上からこうホチキスで止められるような長いホチキスがないので、ここをちょっとね、こうつまんであげて、ね、つまんであげて、ここでホチキスで止めます。はい。そしたらこの両サイドにいきますね。はい。そしたら、今こういう状態ですよ。こういう。そしたらこういう状態になりました。じゃ今度両サイド。でこのね、ちょうどそうだな、真ん中辺に1箇所大きくこうタグを作りますね。はい、だからここでもう1箇所こうタグを前側に作りますね。ここの前側ですね、1箇所こうつまんだらこっちの前、ここがあんまたるまないようにね、この前のところがうんとこうガバッとこうタグをうんとこうし、したらここでホチキスをここでバチッと止めます。2箇所ぐらい止めとくといいと思います。1箇所だと切れやすいんでね、ペーパーがこうですね。そしたら反対側も
この真ん中辺でタグをこう一箇所取ったら、この前のところで、こうしてここでタグを打ちます。こういう状態ですね。少しね、ここがブカブカとこれでもしてくるんですけど、ここは、まあ、臨機応変にここはつまんじゃったりしましょう、こうやってね。はい。さあ、ここでリボンを用意します。はい、今回はね、この色のリボンにしますね。そしたら、ここで、ここのちょっとね、補助欄で、少しこう、鉢を回す分ぐらいね、長めにこう、リボンを切っておきます。長いね、長いリボンを切っておきます。そしたらこの前にちょっとつけるリボンを作りますと、こうして、まあこれいつもね、僕が リボンの作り方を皆さんに教えてるんですけど、この俺のリボンの作り方っていうリボンの作り方があるんで、それを参考にしてみてください。ちょっとね、僕のリボンの作り方はループの数がね、自分ですごく選べるので、ワントップ、サイドなんとかループとかってそういう作り方ではありません。自由自在にこのループを作ることができますので、ラッピングするものによって、このリボンの大きさをね、自在に操ることができますので、ぜひね、習得したい方は俺のリボンの作り方を見てください。はい。ちょっと誇張なんだね、オーバーアクション気味に作っておきましょうか、リボンをね。今回この誕生日祝いですからね。そしたらここで、でここでね、こうやってリボンのループの調整とかができるんですよ。はい、はい、いいですか。そしたらリボンができました。そしたらここでこのタグがあるじゃないですか、両側タグで組んだところがね、これをこうして前にこう持ってるんです。前にいいですか。これをこうやったら、ここを前にこうって、これを前にね、じゃあこの反対側もここをつまんで、これを前に取るんですね。そしたらこの状態で、ここで先ほどのリボンでここを縛ります。その時にこの後ろのね、ここの部分をちょっとこう軽く引っ張り上げてあげましょうね。でこの手前でこのリボンを、まあ、リボンはこうくるっと回るんで、一番正面に来てなくてもここで安心して、縛ってください
これをね、キュッとキュッとやると真ん中に来ますよね。はい、そしたらここでちょっとこの周りをね、整えてあげると、めっちゃ可愛くできてますよ。はい、できました。ちょっと一周してみます。こんな感じですね。後ろから見るとこんな感じで、横から見るとこんな感じで、前から見るとこんな感じですね。ちょっとこうフリフリ系になってます。このねミディ系のコチョウランってすごく可愛いコチョウランなんで、こんなね可愛いラッピングが、とても似合うと思います。それでね、今見ていただいたようにすごくとても簡単でシンプルにできるので、ぜひねやってみてください。このリボンの作り方はね、俺のリボンの作り方を参照にしてみてください。ではね、今日はこちらでこちらのラッピングを終了したいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time. ありがとうございました。